こんにちは、おはようございます、こんばんは。今井の河合です。高松城跡にやってきました。 GoPro 回転グリップのテストも兼ねて、行きたいと思いますけどもね。今時刻が5日の午後3時ぐらいですかね。いい感じの光の具合です。まあ、回転グリップね、こうガチャガチャやりすぎるのもあれだなと思って、ちょっと今日はゆっくりめに行ってみたいなと思ってるんですけど、こっちはね、なんか駅の、前とかいろんなところにこう石がね、いっぱいこう積んであることが多いんですよね。やっぱりこういう城壁の石とかがなんか産地なのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょうど向こうに見えてるのがサンポート、高松の一番高い部位ですね。イートピア香川が入っているところです。ここがその横にあるのがクレメントホテルですか。で、このゴトゴト音が聞こえてるのこの後ろをね、琴電が走ってるんですよね。琴平電鉄ですか。琴電ね、なんかこうローカルな感じですごく可愛いですね。いろんなね、ゆるキャラじゃないや、二次元琴電コンテストやってたりとかね。今日はいい天気だな。なんかこうレポートをやろうとするとなんとかだなみたいな、なんか加山雄三みたいな変な口調になっちゃう癖が僕あるんですけど、どうすればいいんでしょうか。自然に歩けないんでしょうか。僕がカメラを向けると自然に歩くとはどういうことかがよくわからなくなってきましたけどもね。今ちょうどね、城壁のね、護岸をなんか工事してるのかな、ああいう感じで横移動もしてみようかな、GoPro でね。これは GoPro ホワイト使ってますよ。まあそんな高度な撮影はしないんでホワイトで十分かなって。すごいっすね、この城壁。やっぱり近くで見るとこの石の組み合わせ方、こういう城壁を作るおもちゃとかどっかにあるんですかね。もうなんか風情のあるお茶屋みたいなのが見えてきましたけども、なんかお茶でも振る舞ってくれるところはないものでしょうか。誰もいません、今日祝日の後なので。平日ですから、平日の火曜日です。誰もいません。影が映ってますね。あ、閉まってるっぽいね、なんかね。ここも何かの跡なんじゃないですか。盆栽がありますね。これはね、あ、書いてあります、重要文化財、旧松平家高松別邸飛雲閣ですね。飛雲閣、ぐっと近づかないとね、GoPro。今これで10センチぐらいですけど、松平藩時代にもこの地に飛雲閣と呼ばれる広大な建物があり、ほにゃららほにゃららほにゃららと書いてありまして、結局いつできたんだよっていうね話なんですが、大正6年ということで、これは大正6年の建物だそうですよ。いいですね。あ、なんかこんなとこで、ゆっくり休めるところがあるんで、ゆっくり休んじゃおうかしらみたいな。休んだら映像にならない、休まない、歩き続ける、キープオンウォーキングで行きたいと思いますよ。なんとかと行きたいと思いますよみたいな、この物言って、なんかギズモードとか、ほら、ギガ人の言い方だよね。どっちだったっけ、忘れちゃった。あ、ここなんかこう庭園みたいなところね。あ、すごい、船がありますね。渡し船みたいなのがありますね。あー、ここいいですね、これ。ほら、飛雲閣、大正6年、建築重要文化財。ねえ、当時、相当ないい、気を使って作ったんでしょうね。今ちょうど後ろに琴殿のね、カンカンカンという踏切の音がして、風情のある感じです。俺自分でアンビエントメディアとか言っときながら、取り出すとずっと喋ってるっていう、お前テレビ文化じゃないかそれっていうね、テレビから離れようとしつつ、やっぱりね、テレビずっと見て育ってるからテレビ的なものにどうしてもしようと思っちゃうっていうのはありますけれどね。まあ、ここで2つに分かれてます。どっちに行きましょうか。こ
ちに行ってみましょう。日の当たる方に向かっていきましょう。よいしょ。まあこんなダラダラ撮ってウォークスルー型ですね。世界ふれあい街歩き一人版ができるというね。GoPro 回転グリップというのを使ってますから、このグリップを握るだけでカメラが180度回転するわけです。すごいでしょ。今これね開発中なんですよ。これはプロトタイプです。プロトタイプなので、まだ10本ぐらいしかないんですけども、量産したいなと思っていてやってるんですが、まあ何はともあれ自分でまずこうやってね体験してみて、映像が使い物になるのか、回転の速度はどんぐらいがいいのか、まあ、そんな話を別にね高松城の後でしなくてもいいっていう話なんですが、だんだん迷ってきました。これどこへ行くんでしょうか。あっちは庭園なんでしょうか。ぐる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 90度曲がりまして、なんかこのね回転グリップはまっすぐ歩いてるときに回転させないとちょっと気持ち悪くなるのね。位置関係が曲がりながら回転させたりするとね、自分も道を歩いてて曲がりながらやるとね気持ち悪いんですよ。例えばここでやってみようか。曲がりながらね、こう曲がり道でしょ。で曲がり道でこうやっていくとちょっとなんかこんぐらいだったら自然かなわかんないけど、位置関係がわかんなくなる時があるんでね、向きを変える時はこうステディカム撮影のように、ステディカム撮影したことないけど、まあギョロメ君をステディカム、民生ステディカムとするならですね、滑らかに、おお、ここもなんかこの木がねいいですね。こういう感じで、ここはね200円でしたよ。入るの200円でした。あ、ここは菊のね、何かね菊をこう何ですか、売ってるんじゃなくてこう鑑賞するとこですか、高松城跡。本当にこうに日本庭園的なとこなんだね。ここはね城の跡と、なんか天守閣を再現するプロジェクトが生まれたり生まれなかったりみたいな話を聞きましたけどね。ああ、なんかこういろんな人のほら盆栽が、盆栽ですよ。ジャパニーズスモールユニバースですね。あ、これは盆栽、これも盆栽ですね。いいですね。これよっぽどこう近くならないと、これもう GoPro の場合だとね、これで今5センチぐらいです、被写体からね。盆栽撮ってると空撮してるみたいな感じになりますよね。いいですね。ここが正面天守閣跡の水門ですね。あ、本当だ、こう水門がある。こういう風なね。あ、ここは鯉の餌やり、100円で餌を自分でやれる。あ、船に乗れるんですね、これね、乗船試合場。本当にこれはまあゆっくりおじいちゃんおばあちゃんな感じに気分になってきますけど、いい感じですね。一子一人ないこのね公園歩くのもなかなかおつですね、一人旅としてはね。もう8分も取ってしまいました。今門から入って、逆の門まで出るのに、まあ、大体8分ですから、ゆっくり見ると、15分。それゆっくり見てると言わないな。まあ30分45分そうですね、あれば十分。この何をして十分というのかという問題もありますけどね。あ、ここはなんか古い写真がなんかありますけどね、昔のお城のね写真とかがあるんですかね。はい、というわけでですね、高松城跡を後にします。そうするともうここに出てきて、これが琴殿の築港の駅の横に出てくるんですね。あそこが琴殿の駅です。ということで、お送りしたのが、こちらの史跡ヒストリックサイト高松キャッスルの玉茂公園でした。ご視聴ありがとうございました。